皆さんこんにちは、クレラボです。今回はご報告があります。サムネにもあるんですが、早速お伝えします。メンバーシッププラン始めます。これは美容師さん向けのカットの勉強動画です。あれ、今までも YouTube でカット動画上げてるのにメンバー制にするの？っていう声が聞こえてきそうですが、はい、します。このチャンネルでは綺麗を作るヘアカットをテーマに動画をアップしています。モデルさんのビフォーアフターのヘアカットからウィッグのヘアカットなどを主に上げています。だいたい2年間で100本ぐらい動画をアップしました。カットしてね、動画をアップするのはもちろん楽しかったんですけれども、いろいろとねリアクションをいただけるのももっとね嬉しかったんですよね。最初は美容師さん向けに始めたこの動画だったんですけれども、美容師さんだけでなくてカットでねイメージが変わるっていうのを見てくださって楽しんでくださったりとか、自分のねヘアスタイルの参考にしてくださるような方がいらっしゃったりとかして、自分の中でもねすごく発見があって楽しかったんです。そんな中でね、やっぱり美容師さんが動画を見てくださって勉強になったと言っていただけるのはやっぱりね大変嬉しいことでした。動画としてはね10分からだいたい15分ぐらいの間でカットがねビフォーからアフターに仕上がるように簡易的にまとめて作った動画だったんですけれども、極力シンプルにまとめて見ててね難しいというか、まあ楽しいなと思ってもらえるような動画作りをしてきました。コロナ前はですね 2,3 時間でワンスタイルのヘアスタイルをカットする、そんな講習会をやらせていただいてたんですね。普段の営業でヘアカットをする時もだいたい1時間枠でワンスタイルカットしていきます。なので本当はですねそれぐらいの時間をかけてカット動画を作りたいんですけれども、そうするとものすごく地味な動画になってしまうんですよね。カットって本当に地味な細かいことの繰り返しの積み重ねなので、大きなねダイナミックなことって全然やってないんですよね。その積み重ねで最終的に変化が出てくるので、その途中過程っていうのは本当に一本一本髪を切ってるだけですからつまらないと思います。なので YouTube の動画では極力分かりやすく一番変化があるようなところを集めてカット動画にしています。ただ本当に伝えたいことはそんな地味なことなんですよね。いやいや、そんな地味なことはいいから要点だけまとめた動画がいいって方はこのままクレラボ動画を見続けていただけると嬉しいです。このメンバーシッププランではとっても地味なことを細かくそして熱く伝えていきたいと思っています。僕はですね NBA のバスケットがすごく好きなので、例えると八村塁選手、彼の華やかなシュートやダンクを見ていただいているのが今のクレラボの動画、まあ、全然ねジャンルも違いますし有名度も全く違うんですけれども、そういった分かりやすく見てて楽しくなるような動画が今の動画。そして普段の食事管理、何を食べているかとか何を食べないとか、そして普段のトレーニング方法など試合にね臨む姿勢などを伝えていくのがメンバーシップ動画。こんな地味なこと見たい人いるっていうかもしれませんが、本当にねカットがめちゃくちゃ好きだっていう人であればちょっと見てみたいっていう風に思う人はいるんじゃないでしょうか。上手くなりたいとかもっと活躍したいとか何かきっかけをつかみたいっていう人にとってはこういったところに隠されているものがあるのではないかって思ったりねする人もいて、少しでもね役に立つものになればいいかなという風に考えています。それがメンバーシップ動画なので、これはエンタメではなく教育動画です。一直線にゴールに向けて切り進む動画ではないので、結果のみ見たいって方には向きません。ヘアカットをね改めて勉強したい方や、今のね時代に合ったヘアカットって何だろうって思ってる方、ちょっとね今のカットにマンネリを覚えてる方、そして答え合わせをしてみたいなって思ってるような方、そういった方には向いてる動画だと思います。ということで、メンバーシッププラン寄り道を始めます。この寄り道の中では、まっすぐ結果を見るだけではわからないカットの途中工程やなぜそうなるのか、寄り道をするからこそ見える全体像などを動画でお伝えしていきます。実際寄り道って時間かかるし無駄じゃない、最短でよくねってなるのももちろんわかります。僕はカットは山登りと同じだと考えています。まっすぐ一直線に頂上のねゴールを目指すのが一番手っ取り早くて近いし早いとそう思いそうなんですけども、実はねそうではないんですよね。山って最短距離でまっすぐ行くととっても急で角度があるのでね、結構怪我をしたりとかすごく疲れたりするんですよね。基本的に山を上がるときはジグザグに道を歩いていきます。斜めに斜めにジグザグに上がっていくんですよね。
そうすることによって体に余計な負担をかけないで安全に上がることができるんです。そして山はいつ見ても同じ山なんですが、一歩踏み入れるとね、季節や天候、時間によって全くね違う状態なんです。髪も同じで、同じ人、同じ頭でも同じ状態の時は一度もないんですね。山はね、怪我すると助けてもらえないですし、最悪死に至ることもあります。髪はね、カットするとね、もちろん元に戻らないですし、もしかしたらね、相手を泣かしてしまうこともあるかもしれません。いずれにせよ、普段当たり前のようにやっていることでも非常に危険なことだってあります。なのでね、全体像を把握して最短ではなくて最適なルートで歩くことが一番大切になってくるんですよね。これをもちろん毎回じゃなくていいから、たまには寄り道して必要な情報を手に入れていくことをおすすめします。寄り道すると視野が広くなるので、思わぬ発見があったり、今までとね違うアイデアが浮かんだりするっていうこともあるので、実はねすごく面白いことなんですよね。この寄り道の中で普段のねサロンワークなどのカットを少し違う角度から見ることで新たな発見をしてもらえて、また美容のスキルにね役立つと大変嬉しく思います。はい、ということでね、ベーシックなカットから一から改めて勉強だとは言いません。僕がアシスタントだった時はベーシックなウィッグスタイルをひたすらにカットしました。当時はねものすごい学びになりましたし、今でもそのスキルは僕の根幹になっているので、やっててね本当に良かったと思ってます。ただそれが今この時代にそれをやるかというとやりません。今ね時代の流れはとても早くて、 4,5 年かかっていた僕らのアシスタント時代、今は1年から2年です。なぜねそれが可能になってきたかというと、やはり情報量の多さだったりします。 SNS だったりこういった YouTube の動画ももちろんそうです。だからといって 1,2 年でなればいいっていうことでもないんですよね。早ければいいっていうものでもありません。逆に遅すぎるのもやっぱりちょっと長すぎるなと今の時代では思ってしまうので、遅すぎてもいけないと思います。大事なのは効率の良さ、効率の良さが必要になってきます。幸い以前は全国にカットの講習をさせていただいたり、海外でも講習させていただいたこともあります。そして今は毎年サロンでアシスタント教育もさせていただいてます。今のサロンでは3年目にしてね100万円を売り上げるスタイリストも出てきました。基本的なことってアシスタントのうちに学ぶんですけれども、基本っていつも一緒だとは限らないと思うんですよね。応用的なところは時代に合わせてとかよく言いますけども、本当に大事なところっていうのは時代に合わせて基本ベーシックを変えていくこと、それが時代に合った美容師さんを作ることだと思います。僕たちのサロンでもアシスタントに教えるベーシックなカットは毎年変わってるんですよね。自分が習ったことをそのままやるのではなくて、今の時代に合わせたカットの切り方を伝えています。この寄り道のメンバーシップの中ではこのような動画をアップしていきます。モデルカットのフル動画、ウィッグカットのフル動画、アシスタントからスタイリストへのカリキュラム動画、これは2022年以降になるとは思うんですけれども、今僕たちのサロン代官山でやってるサロンのアシスタントに伝えてるようなことを皆さんにも同じように勉強していただけると嬉しいです。場所はね違えど同じような技術を共有できるっていうのはとても美容師としては嬉しいことなので、そういったことを東京だけではなく地方のね美容師さんも同じようなことを学んでいただけると美容師のレベルアップにつながるのかと思います。そしてメンバー限定の動画も上げていきます。普段のね YouTube 動画も引き続き続けていくので、月に2本ペースで動画を上げていきます。その月によってね少し変わってはくるかもしれないんですけれども、基本的には2本動画を上げていきます。寄り道は技術や気持ちにゆとりを持ち、結果的に最短でゴールに迎えるカットの講習です。ぜひ興味ある方は概要欄からチェックしてみてください。それでは一緒に寄り道していきましょう。ご参加をお待ちしております。